地域の力対大資本で地域の力が勝ったというお話でございます。ワンカルビってあんまり店閉店したという話聞かないんですけども、金武堂って時々閉店してるっていうようなところも見たりするんですよ。でここの店はですね、地域の力に負けたというんですかね、二国の前ですから、二国から、まあ、地域の方以外の方も来られると思うんですけども、実はここはですね、町会費を払ってないというようなことがあったようです。で向こうエルベオートは町会費を払ってるんですね。でこの辺のところはですね、まあ、企業も大体払っていただいているということなんですけども、この金豚に関してはですね、お支払いにならなかったということです。となればですね、もう町会費払ってないんやってというような話が広まるわけですよね、地域の方々に。そうなればですね、まあ、この辺は祭りもやってますから、ね、北摂とかそういうところと違いますからね。で地域の人々の結びつきもなかなかきつい、きついというか太いというかね、そういうものがあるということでですね、でそうなれば町会費も払ってないような店に別に行かんでもええやないかいと。でどないしても金豚行きたかったら別にここだけとちゃうと、別のとこにも店もあるんやし、しゃぶしゃぶも別に金豚だけが出してるんちゃうやろというふうにそれはなってきますよね。そうなればですね、やっぱりこの近隣の方々から愛されにくくなるというような状況もあったんじゃないかなというふうに考えますけども、そういうことでですね、まあ、これ休業してるんちゃいますよ、これも閉店してますからね。で閉店に至ったというようなお話を地域の方からも伺いました。閉店のお知らせ書いてあるね、ほんまにこれ、ね、閉店のお知らせ書いてるでしょ、書いてるんですよ、ここに、ね、3月31日をもって閉店をすることになりました、書いてるんです、ね、店もちゃんと残ってるんです。だけども、まあ、泉中央なんかはですね、もう基本的に外れたら祭りはありますけども、泉中央店はマンションばっかりですからね、ここで町会費を集めに来るということであんまりないんじゃないですかね。駅のそばのとこですよね、UR のとこでショールームしようかなんとかやって言うて、で結局ここに泉の役場ここに持ってこいみたいなね、そういう話もあったところですけども、まあ、泉の役場はここに持ってこん方が正解であったと、現地泉府中建て替えの方が正解であったよねというふうに後から考えたら思うわけですけども、この泉中央の金豚は営業しててもですね、ここは営業をすることをやめてしまったというようなお話でございました。まあ、ぜひともですね、これワンカルブの系列ですから、この辺の店の方、またチェーン店の方々もですね、南大阪とか地域の結びつきが太いようなそういうところへ来た時には、ぜひとも地域の方々に可愛がられるようなそういったお店にしていただければなというふうに考えております。